明言されない、敵基地に限定しない、明言をされなかったことを私は指摘してるんですよ。答弁席から言わないでくださいよ。安倍氏は同じ講演で、抑止力として相手を殲滅するような打撃力を持たなければ、日米同盟が危機に直面するなどと述べています。で、総理は衆議院で、こうした相手国を殲滅する全面戦争を行う軍事力を持てということは全く考えていないと、ここは断言されました。で、この安倍氏の発想は憲法や国際法に反するからですか。岸田内閣総理大臣。先ほど申し上げたように、敵基地攻撃能力を含むあらゆる選択肢についての検討は、憲法および国際法の範囲で、日米の基本的な役割分断を維持しつつ進めています。相手国を殲滅する全面戦争を行う、それができる軍事力を持てとの考えで検討するものではありません。山添拓君。その理由を尋ねたんですよ。それは憲法や国際法に反するからですか。岸田内閣総理大臣。相手国を殲滅する全面戦争を行う、そうした軍事力を持つ、これは先ほど申し上げました国際法の、観点からも、憲法の観点からも、日米の役割、基本的な役割分担からも、このそうした範囲内に収まるものではないと認識をいたします。山添拓君、はい、それでは安倍氏はそういう憲法違反、国際法に反するような発想をあちこち述べられてますので、それは正していただきたいと思います。で